ない。あまり硬くならないよ。頑張れ。ありがとうございます。患者いい。ちょっと待って。伊藤さん頑張って。伊藤さんが前だから。伊藤さん頑張っていけ。あ、もっと下ろしちゃって、押して始まるね。どこ？ここでいい。よかったよ、手当なかった。あ、そっか。いいよ。それでは続きましては、本当ここで頑張らないと秋が何の意味もないレースになっちゃうから、うん、意味のあるレースにしなきゃいけないから。さあ、この18台の勝利一つはどの選手なのか。さあ、まずはポールポジション、こちらの方から紹介していきましょう。見事ポールポジションから取ってくるのは全権19番足元博さん。後ろ落ち着いて全然いけるから大丈夫だよ。2番目のところは全権13番藤川和樹。3番目の人からゼッケン2番田中優斗、まあ、4番目の人からゼッケン18番山本真理。意味のあるレースにしないと。5番目の人からゼッケン7番筑尾祐介。車エンジンは俺が魔法かけといたから松本海星。早くなってるから、うん、大丈夫。7番目の人からゼッケン3番の平野郁夫。8番目の人ゼッケン11番寺内翼。9番目の人ゼッケン4番の岸上博士。10番の人、前傾8番の渡辺和正。11番の人から前傾17番の沼津拓海。12番の人から前傾35番の新山義之。13番の人から前傾33番の石井聡美。14番の人、前傾91番の山口剛。15番の人、前傾14番の小山秀夫。16番の人、前傾8番の伊藤博士。17番の人、前傾44番、林茂和。18番の人から前傾9番の斎藤はじめ。以上の全18台。いよいよアドバンスがやっぱりですね、明日です。
ットオープンしてますね。